はい、コナンです。新スコアアタックやっていますでしょうか。密かにね、スコア2000万点超えで無課金メンバーで100位入賞を狙っています。そこでね、今作戦なんだけど、次のビッグボスが ロボニャン28号豪傑族ということで、弱点をつける妖怪がうすら影、そして不気味族なんだけど、うすら影も不気味族もデカプニュを作れる妖怪がいない。で、ロボニャン28号の次は何のビッグボスが来るんだろうかというのをちょっと考えたんですけど、このテレビ CM 見ましたよね。もう気づいたと思いますが、最初の画面、ここにウィス・マロマンが映っているということは、ロボニャン28号の次はウィス・マロマンが来るんじゃないかと思っています。ウィス・マロマンはニョロン族なので、弱点をつける妖怪は勇ましもしくは豪傑族になると思います。そこで目をつけたのが勇まし系でデカプニが作れる妖怪や気持ちですね。こちらをレベルマックスまで上げたいと思います。挑戦するステージは桜中央シティのステージ66です。こちら焼き餅が2体、そして力餅が1体出てきます。まずは好物のおにぎりをあげたいと思います。おにぎりはね、なんかたまるよね、よくね。だからまあおにぎり消化にちょうどいいんじゃないでしょうか。まあ結構ね、ショップで買うとね、ワイマネー使うんで、まあ、あるアイテムを使っていきたいと思います。そして今回使っている妖怪はこんな感じです。まあ、ついでにね、焼き餅のレベル上げもやろうかなと思っています。あとはね、カッパもね、結構使える。あの、今行われているビッグボスのね、プリズンブレイカーでね、結構カッパが使える。そして一つ目小僧もね、意外とデカプニが作れて使えるんで、こちらのレベル上げも一緒にやっちゃおうかなと思っています。焼き餅はね、まあ、D ランク妖怪なんで結構落ちやすいからいいよね。結構 S ランクとか A ランクの妖怪だと、もう100回200回やっても落ちるか落ちないかっていう感じなんで、これ D ランク妖怪結構落ちます。どうだろう、感覚的には5回に1回ぐらい落ちるんで、まあ、ストレスなくいけるんじゃないかと思います。一応ね、懐きやすさをのスキルのある妖怪としてイケメン犬を連れて行っています。さあどうだ、おお、いけるね。焼き餅1体目いきました。ワイマネーも104ワイマネー。さあ焼き餅と友達になりました。もうすぐレベル5っていうとこですね。なんとかね、レベル7まで上げたいなと思っています。そしてボスのね、ウィス・マロマン戦では2000万点オーバーのハイスコアを取って、まあ、100位入賞してね、ビッグボスゲットしたいと思っています。まあ、なかなか難しいけどね。おお、いったね。また焼き餅いきました。ストレスなくサクサクとゲットできます。これは結構おすすめです。さあレベルも上げていきましょう。そして焼き餅のレベルが5まで上がりました。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。